皆さんこんにちは。全日本猫との生活を愛する会の動画です。ご視聴いただきありがとうございます。ちょっとなんか画面微妙に影がかかっててね、暗いんですけど、半分逆光なんで勘弁してください。この角度から撮らないと彼が映らないんですからね、チャーチルさんがね。俺だけ映っててもしょうがないでしょ。こっちの角度になればね、僕の顔がパッて明るくね、すんごいいい感じで映るんだけど、まあ、ちょっと彼が映ってないんですよ。猫の動画として失格かなと思います。さて、今日はですね、猫を飼っていく上で、まあ、匂い。まあ、猫だけではなくて、ペットを飼う上で、匂いって非常に、まあ、重要だと思うんですけれども、まあ、匂いの対策のお話、第2弾ですね。先日、物についちゃった匂いをどうやって落としていくかっていう動画をやってたんですよ。で、今回は、空間、空気中の匂い。どう対策していくのかっていうのを、僕が今までやってきたことをお話ししていきます。猫は、匂いがしない動物として、有名なんですけど、なんでかっていうと、自分で匂いを消すように、体を舐めてね、毛づくろいしたりするんですよね。で、そうやって匂いを消すことによって、外敵から自分の存在を隠すっていう習性は、この子は、そういう習性をですね、この子は持っているわけなんです。だもんだから、黙っててもそんなに臭くはないっていう場合が多いんですけど、でもはっきり言って、甘い。まあ言ってもペットですから、獣臭みたいなのも絶対しちゃうんですよね、これが。ペットショップとか行ったらわかるじゃないですか。ペットの匂いが、うわん。まあそれはペットショップって、たくさんいるから、ね、匂いも強烈なんだけれども、それの要はレベルの低いものが、各家庭、ご自宅の中にはあるよ。で、ただ確かに猫の匂いっていうのは非常に少ないのも事実です。で、結構広いお家に一匹しか飼ってないとかっていう方は、正直対策はあんまりいらないかなと思います。で、ただ僕昔結構狭いマンションに住んでたんですよ。とはいえ田舎の方なんで、都会とかじゃないです。東京の人たちはもうね、狭いマンションって4畳半とかなのかもしれないけど、僕の住んでる場所の場合は、10畳、11畳ぐらいかな。キッチンとか、そうたもろもろ、合わせて11畳のワンルームに住んでたんですよ。んで、こいつを飼ってたんですが、やっぱりね、ちょっとなんか、家の中に、もーんとちょっとこもった匂いが。で、なんとなく、獣飼ってるなっていう匂いが、少し充満してたのも事実でしたね。で、それをどうやって解消していったのかっていう話ですね。そういった空気中にこもる猫の匂いを解決する方法をいくつか今から挙げてみたいと思います。一つはですね、ちょっとこれ見てほしい。もうだいぶ使ってるんですけど。キャンドルですね。昔はお香とかだったんだけど、これ今ね、炊いたら、匂いのするキャンドルですよ。しかもですね、これなら、ムーディー。ただね、やっぱり匂いを匂いで消すっていうのは、あんまりおすすめしないですね。で、正直一番いいのは、空気清浄機です。もう黙ってても皆さん、知ってるよっていう答えがちょっと返ってきそうなんですけれども、空気清浄機のレベルは、もし今、ご自宅にないんであれば、何でもいいです。すんげー安いのとかでもいいです。ちなみに僕の家で使ってるのも、ダイキンさんの空気清浄機なんですけれども、見えますか？これですね。もうね、7年とか8年ぐらい前に買った空気清浄機で、当時、型落ちしてて2万5千円ぐらいだったんですよ。で、それが8年ぐらいずっと使ってます。で、買った当初は、さっき
言った11畳ぐらいのワンルームで、ワンルームにさ、初めてこの空気清浄機を持って帰ってスイッチオン、次の日ですね、出かけて帰ってきて玄関を開けた時に全然匂いが違うんですよね。なので、まあそれだけ、まあ今多分現在の2014年ですけれども、今の各電気店のお店に並んでる空気清浄機っていうのは、多分僕が今使ってるものよりもはるかに性能がいいと思うんですよね。で、まあもう正直もうすっげー古い空気清浄機でも十分すぎるほど匂いを取ってくれるので、まあそんなに高いもの気合を入れて買わなくてもいいんじゃないかなと思います。空気清浄機がやっぱ快適なネコライフを送れる。以上、じゃあねっていうのはちょっと雑なんで、もう一個だけちょっと紹介してもいいですか。よいしょ、これですね、この不思議な箱、まあ、何なのこれって話なんですけれども、これアロマディフューザーですね。別にこの形のものじゃなくてもいいかなと思うんですけど、僕のやつは無印良品さん6900円ぐらいのやつですね。アロマディフューザー、ちょっと汚れてるんですけれども、エッセンシャルオイル、ちょっと値段まちまちなんで何とも言えないんですけど、僕が買ってるのは1500円ぐらいのエッセンシャルオイルなんですけれども、これを中に入れて、これをスイッチを入れるとですね、まあアロマが入った蒸気がブワーッと出るんですね。ここからの出ていきますね。でさらに僕の持ってるこれはですね、LED ライトにもなるんですね。はい。あ、はい、はい。はい、出ました。これ今、アロマが、拡散されてます。いい匂いだ。でですね、さっき、匂いで匂いを消すのは、おすすめじゃない。って言ったんですけれども、これだって同じじゃないのって皆さん思うかもしれませんけれども、アロマの中でそのアロマのエッセンシャルオイルっていうんですかね、の中で柑橘系の香りとか、まあ森の香り的なやつ、木の匂いとかがするもの、僕が使ってるのはベルガモットっていうやつなんですけど、あとグレープとかもあるんですが、それらの匂いに関しては、実は消臭効果もあるとされてます。空気清浄機と一緒に使えば、かなり効果は、ちょっと俺の顔が煙って見えないんだが。空気清浄機とかと一緒に使えば、かなり効果があると思います。ね。すごい出てるね。ね、ほら。感じた。まあ僕がこれをね、無印良品さんも気に入って買ったのは、ランプにもない、ちょうどね、寝室に置くランプがなかったんだよね、壊れちゃって。だからまあランプにもなるし、まあアロマも出せるし、でこれ加湿機能的なものもちょっとだけ備えてるというかね。あと、部屋に潤いも出しますよ。乾燥してしょうがないんですよね、私ね。なので、まあ、いい点が3つもあったので、僕はこれにしました。というふうにですね。まあ、ディフューザーに関してはすごいいろんな種類があるので、お好みのものを買っていただければ、いいんじゃないかなと思います。ので、上手にですね、猫の、まあ、飼育空間の匂いをですね、消せるように、皆さんもいろいろちょっと工夫してやってみていただいたらどうでしょうか。まあ、僕が説明したのはあくまでもね、こういう方法もありますよっていう程度ですから、参考ぐらいにしていただけたらいいかなと思います。ちょっと最近できるようになったんだけど、猫を背中に乗せるっていうね、裏技というかね、荒技もできるように。もうどっか行っちゃった。あ、
もうあそこがいいみたいですからね。ではまあ、全日本猫との生活を愛する会の動画でした。また会いましょう。